はい、渡辺真由です。今回はね、コールオブデューティーブラックオプス3のシーズンパス解説のね、実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。いつもはね、あのプレステ4から録画して実況動画やっていくんだけどね、今回ちょっとあの久しぶりにね、あの PC の方にプレステ4本体を PC の方につないでね、実況動画やってます。っていうのは PC の方にね、つないで実況動画やってるのには ちょっとした理由があるんだけどね、まあそれはあの動画が進行していくうちにね、分かっていくんでね、うん。で、早速ね、シーズンパスのね、ちょっと解説でいきたいと思います。これストアからまずね、これシーズンパス、シーズンパス購入特典としてゾンビモード用マップザ・ジャイアントが付属します。ゾンビモード用マップザ・ジャイアントおよびアウェイクニングテーマはプレイステーションストアから検索の上ダウンロードしてください。こちらの商品が含まれたセット商品もございます。重複購入にご注意ください。本コンテンツをご購入いただくと対象となるアイテムなどのダウンロードの有無にかかわらずキャンセルすることはできません。オンラインマルチプレイを楽しむにはプレイステーションプラスへの加入有料が必要です。本コンテンツをご利用いただくには別売りの製品版が必要です。また最新版パッチの適用が必要な場合はアップデートの上ご利用ください。こちらの追加コンテンツはゲーム中で使用可能にする権利が含まれております。ご購入の履歴はサービスリストで確認することはできません。できます。本アイテムを使用する権利はプレイステ4本体を インターネットに接続し PSN にサインインすることで適用されます。内容の説明、シーズンパスは4つの追加コンテンツとアウェイクニングテーマを入手できる権利です。対象の追加コンテンツより順次配信され次第プレイステーションストアより入手いただけます。配信スケジュールについては公式ホームページということでね、アウェイクニングテーマも入手できるということでね、あのすでにね、あのこのマップパックね、購入してるんだけどね、まあこれちょっと読んでいくか。アウェイクニング、まずね、この商品はコールオブデューティブラックオプス3シーズンパスに含まれる4つの追加コンテンツのうちの1つです。この商品を含む追加コンテンツが4つ入手できるコールオブデューティブラックオプス3シーズンパスもございます。またコールオブデューティブラックオプス3ゲームコールオブデューティブラックオプス3シーズンパスゾンビモード用マップザ・ジャイアントコレクターズエディションパーソナライゼーションパックがセットになったコールオブデューティブラックオプス3ダウンロード特別版があります。重複購入にはご注意くださいということでね。で、内容の説明、コールオブデューティブラックオプス3の第1弾 DLC パックアウェイクニングって思うんだよね、これね。アウェイクニング、読み方間違ってたらすいません。アウェイクニングはプレイステーション4で先行配信、ファンに人気が高いハイジャックをリメイクしたスカイジャックを含む4種類の新しいマップを手に入れ、ブラックオプス3マルチプレイヤーの世界でさらなる戦いに挑みましょう。ザ・ジャイアントのその後が描かれる最新ゾンビモードでおなじみのキャラクターたちが出会う、ちょっと読めない、に足を踏み入れゾンビの脅威に立ち向かいます。で、ゾンビモード用マップザ・ジャイアント。内容の説明、ザ・ジャイアントでゾンビモードがパワーアップして帰ってきます。舞台となるのは武器をアップグレードするパンチマシンが置かれた研究施設、トレイアークの傑作ゾンビマップデアなんていうのこれちょっとわからんの混沌を再び蘇らせ、デンプシー、ニコライ、ビヒトーフェン、ブユーラによるゾンビとの戦いの原点が描かれますということでね。あの、つい最近あの、シーズンパス購入したんだけど、あの、まずさっきにね、これ購入したんでね、アウェイクニングね。
アウェイクニング購入して、いつもあの今作の BO3 から初めてね、あの日本版もプレステ4日本版もシーズンパスが適用されてるので、今まであの前作の AW まではあの海外版のみシーズンパス北米版かなのみしか適用されなかったんだけど、シーズンパス買えなかったんだけどね、今作日本版もね、プレステ4日本版もシーズンパス買えるようになったんでね。でも今まで買わなかったんでね、今までの流れでね、 AW までの流れで単体で購入してたんでね、今回も DLC 第1弾アウェイクニング単品で購入したんで、でこれが金額がね1728円で購入したんだけど、で急遽あのシーズンパス今回購入したんだけどね、購入したのにはね理由があって、今まで先ほどの説明の通りね、重複には他の商品もございます、同様の他の商品もございますので重複にはご注意くださいっていうふうに説明書きがあったんだけど、今まではAW までは例えばね単体購入して後でシーズンパス購入すると重複購入で損するんでね、でもしくはその逆でシーズンパス購入して間違えて単体購入したら重複して損することになるんだけど、で今作から初めてねシーズンパス、先ほども説明したようにね、DLC 第1弾アウェイクニング購入して1728円でね、でその後にシーズンパス購入するとアウェイクニング所有者はシーズンパスの購入価格からアウェイクニングを購入した金額がね差し引かれるようになってるんでね、でシーズンパスのね購入価格が通常価格が5292円のところ、アウェイクニングもすでに購入してるんでね、1728円で5292円から1720円オフで3564円でね購入できました。今までこういったのサービスなかったんでね、今作の BO3 からが初めてなんでね、シーズンパス、アウェイクニング購入し、他のプレイヤーさんとかで見ると思うんだけどね、自分みたいにアウェイクニング単体で購入して単品で購入して、でシーズンパスまだ購入されてないっていう未購入の方まだいると思うんだけど、そういった方には朗報だと思うんでね、シーズンパス通常価格5290円のところ1720円、アウェイクニング所有者は1728円オフで3000、シーズンパスは3564円でね購入できます。この期間がね3月17日木曜日からね始まってて、で4月18日月曜日までね実施されてるんでね、それまでにね購入してはいかがでしょうか。これシーズンパス5292円なんで、アウェイクニング1728円で購入したんでね、単体で購入すると6900円かかるんだけど、ちょっと計算ちょっとやってみたいと思います。アウェイクニング DLC 単体で4つ購入するとね1728円 ×4 で6900円かかるところをねシーズンパス購入すると1618円お得なんでね、絶対シーズンパス購入した方がいいんだよね。でそれとジャイアンゾンビモード、ゾンビのねザ・ジャイアントっていうマップがねついてくるんでね、あとアウェイクそのー
DLC 第1弾から第4弾までそれぞれのねテーマがついてくるんでね、かなりお得だと思います。であとね、今回のプレステ4をPC の方につないだのに理由があるんだけど、それはねこれホーム画面を録画できないんで、プレステ4で録画した場合はね、で PC につなぐとこういったホーム画面もね録画できるんでね、撮ることはできるんでね。で今現在このホーム画面なんだけど、このテーマね、テーマを選ぶ、現在この AR ボットテーマ、このロボットのお気に入りでね、よくプレ実況動画のシェアファクトリーで編集した際にこのロボットのテーマとかよく入れるんだけどね。で今回このコールオブデューティーブラックオプス3シーズンパスの特典としてついてきたこのテーマね、これゾンビテーマなんだけど、それをね設定したいと思います。これをちょっとお見せしたくてね、ちょっと見せたくてちょっと PC の方に繋いだんだけどね。はい、設定しました。これなんだけどね、こういったホーム画面になるんでね、これなんだけどね、なんか背景はもちろんの音もモーションアニメーションになってるんで、でこういった音もね変わるんで、でこういったこういったアイコンを動かすたびに音も違ってるんで、あと文字の色とかね赤くなってるんで、ゾンビのイメージした赤い血の赤いイメージ血のイメージとしてね、この赤文字になってるんでね、これちょっと見せたくてね、今からまだ持ってなくて、自分みたいにアウェクニング単品で購入して、でシーズンパス購入検討されてるっていう方のためにもね、ちょっと参考になればと思ってやってるんだけどね、こういうシーズンパス購入したら先ほどのアウェクニングの金額からシーズンパス通常価格から差し引かれたり、あとこういったテーマもついてくるっていうことでね、ちょっと参考になれば幸いです。こういう感じでね、いいねこれ。ゾンビ、自分はゾンビやらないんだけど、通常のマルチプレイヤーのみなんだけど、ゾンビも人気があるゲームモードなんでね、ゾンビ好きな人にはたまらないと思うんだよねこれ。これゾンビなんだけど、ゾンビ全然やってないんで、これどれなんだこれ、ちょっとゾンビやらないんで、シーズンパス購入したんでね、もう DLC現在3月28日月曜日なんだけど、2ヶ月単位で多分 DLC が配信されると思うんでね、おそらく DLC 第1弾アイクリンが2月頃だったんでね、2月の初め頃だったかな、なので4月頃、来月ね
多分 DLC 第2弾が多分出ると思うんでね、うん、DLC 第1弾以降はもうシーズンパス購入してるんでね、もうそのまま購入しないでもシーズンパス購入してるんでね、すぐ追加配信されるんでね、1600いくらかも得するんでね、DLC 単体で購入する、4つ購入するようにね、 DLC4 つ単体で購入するよりシーズンパス購入した方が得なんでね。でテーマもね、 DLC 第1弾から第4弾それぞれのねテーマとかもテーマついてくるんでね。でゾンビモード、ゾンビテーマも追加されてるんだけど、アウェイクニングのスカイジャックのテーマもなんか追加されてるみたいなんだけど、それはまだ配信されてないみたいなんでね、ちょっと配信されたらそれもまた別でやっていくんでね、よろしくお願いします。動画のご視聴のもよろしくお願いします。今回ね、以上にしようかなと思ってるんだよね。はい、今回はね、コールオブデューティーブラックオプス3シーズンパス解説のね実況をやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。